スジグカバマダラは、蝶目、縦波蝶カマダラ蝶赤に属する蝶の一種。オレンジ色の鮮やかな蝶。カバマダラに似るが、本種は、オレンジ部分にかかる芯脈が黒く太くなることで容易に、識別できる。オスは、甲子裏中央の芯脈状に黒く丸い模様がある。体内に毒を保有しておりその危険性を知らせるためか、非常に緩やかに飛翔する。 花に来ることが多く、タチアーゆきン段草などで休密しているのを観察できる。ソリンや草原などでよく見られ、密林や市街地にはいない。幼虫は琉球合衆を食草とする。卵は葉の裏や花に一つずつ産みつけられる。幼虫時に体内に蓄積した有毒成分を、成虫になってもなお持ち続け、鳥などの捕食者に同種が食われるのを防いでいるとされる。 日本の生息域としては最南端のハテルマ島、ペムチ浜のスジグロカバマダラ国内では、宮古島以南の南西諸島。温暖化や台風の目に乗って移動するなどでイホクでも名蝶として観察されることがある。越冬体は不定で、周年発生。国外ではインドオーストラリア区に分布。ありがとうございます。